皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒を卒業したあつこお姉さんが、なんと所属事務所が決まって、そしてさらにはスッキリへの出演が決まったんですね。4月7日出演時間は9時20分頃だそうですよ。皆さん録画をしてみてくださいね。そしてその内容はスッキリのマンスリー MC ということになっているみたいですね。そしてツイッターで報告があったんですが、ツイッターの方ではなぜか上野動物園だけがフォローされているんですよね。これもそのうち何かがわかるかもしれませんね。そしてスッキリの方の情報なんですが、エンタメコーナーショーケースの MC にあつこお姉さんがチャレンジしますとなっていますね。そしてこの内容は4月の毎週木曜日に出るということらしいです。なので4月中木曜日を録画して皆さん見てみましょうね。見る方もちょっと緊張しそうですが、あつこお姉さんを応援しましょう。はい、今日はあつこお姉さんのスッキリへの出演の情報についてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。